こんにちは、ここは新宿駅なんですけど、今ね、この10番線に止まってる開智3号、それが前寄りで、後ろ寄りは特急富士海遊3号となっているようです。変わらないな表示が、ずっと開智としか出てないんですけど、ちょっと待ったら多分変わるんじゃないかな。変わんないね。変わりました、富士海遊3号。いや、これね、前から1回乗ってみたいと思ってるんですが、今日もちょっとまだ乗れないんですけども、乗っちゃおうかな。まあでもやめときましょう、ちょっと用事がありますんでね。行っても富士山の観光とかできないから。英語名すごいですよね、富士エクスクルージョンって。海遊ってエクスクルージョンって言うんですね、知らなかった。青春ジュラシキップで、ブドウ狩り行った時にね、大月駅富士海遊が来たの見たことありますけど、切り離ししてましたね。それするか。外国人観光客に支配されているという富士海遊号。なんかね、車内全車指定席なんですけど、ただジャパンレールパスだとただで予約できるし、やっぱり富士山までね、1本で新宿から行けるっていうのは非常に楽だということで、かなり混んでるようですね。今日も富士山の天気もいいからね、予定取り消して、おお、なんかすごいな、こんな出せんのか。乗ろう乗ろうと思ってね、デビューからもう早10ヶ月経ってる。おお、混んでるな車内も、びっくりだ。わかりやすくていい案内だね。なんだこれ、やばいな、こんな混んでんの。座席全部埋まってるんですけど、ちょっと信じられん。座席ランプで空席か、それともその席が空いていないか分かるんですけど、全部緑色、これ満席だ、すごい。ただの平日ですからね、このただの平日でもこんな満席になるぐらいだから、土日なんかとんでもないことになってんだろうな。確かそうそう、富士海遊が運転開始した当初ね、外国人観光客がもうあまりにも増えすぎて、みんな座席未指定券で乗ってきて、通路の中にもうお客さんがですね、大量に入ってきてギチギチになってるとかいう話を聞きましたね。富士海遊号が設定されて、ホリデー快速富士山号とか、山梨富士号という臨時列車も全部廃止されちゃったのかな。確かにそうだったと思うんですが、まあ、毎日運転の富士山行き特急が運転されて、それでこんだけ乗ってるってのはいいですね。富士海遊3号富士山川口湖行きです。 Thank you for riding with JR East. The trains at track number 10 are the Limited Express Taiji 3 bound for Kofu and Fuji Excursion 3 bound for Mount Fuji and 川口湖。 空席マジでないな。黄色のところもすぐ他のお客さんが、まあ多分立川かなんかから乗ってくるんでしょうね、そういう印ですよ。いや、すごい、もっといっぱい運転したらと思いますが、まあそれはもしかしたら JR がその気になるかもしれません。グリーン車を連結してほしいです。なんだって3両しかありませんからね。後ろ3両で試しに運転されたようですけど、まあ、今度のダイヤ改正でこのぐらいの盛況だときっと何らかの変化が発生するものと思っていますよ。